はい、こんばんは、ギバチャンネルケンジです。今回はですね、もう人気のないシリーズニュートリックシリーズやっていこうと思います。今回思いついたのはノーリーのブラインドサイド180やってスミスをはめるっていうトリックをやろうと思います。じゃあ早速ね、ちょっとノーリーの、バックテールと、まあそれぐらいかな、ノーリーのバックテールをね何回かやって挑戦しようと思います。じゃあ早速挑戦してみます。できるかな？今多分できたんじゃないかな。ちょっと見てみようかな。ちょっと微妙かな。もう一回ビシッとやってみます。今のはハマったんじゃないですか。見てみよう。なんとかね、ニュートリックチャレンジなんとかメイクしました。これはでも本当にもうちょっとね頑張ってやってたら自分のトリックにできるんじゃないかなと思うんで、頑張っていこうと思います。まだまだねトリックあと何十個あるんだっけな、28
7、9よくわかんないですけど、まあだいぶまだゴールは相当先なんで、まああんまり視聴率悪いんですけど頑張っていこうと思います。40歳でね、40ニュートリックを覚えるってね決めたんで、できる限り頑張っていきます。応援の方お願いします。で、もうだいぶボロボロなんですけど、リンクっていうね、オリジナルデッキを友達とね一緒に作ったんで、まあよろしければぜひ使ってみてください。コンケーブとかはちょっときつめなんで強めにしてるんで結構使いやすいです。自分は回しとかすごいやりやすいんで本当に気に入っています。説明欄にね、ヤフオクとかのねリンクも貼ってあるんで、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。で、まだねチャンネル登録されてない方たくさんいるんで、チャンネル登録の方お願いします。で、いいねとかねコメントの方も待ってますんで、じゃあまあこれからもねいろいろ頑張っていくんで応援の方お願いします。また次回のビデオで会いましょう。バイバイ。よいしょ。